はい、いつもご覧いただきましてありがとうございます。腕時計のあれこれです。はい、こちらがですね、あの動画に上げるのは初めてかもしれませんが、あれこれが作りました特製ベルトです。今回また依頼がありまして、非常に分厚い時計だったので、かなり堅牢にですね分厚く作ってほしいということで、作らせていただきました。で、これをお送りするんですけど、このレベルであれこれ作れるよというのをちょっと皆さんに見せたかったので、裏材には、隠しミシンにしてヌメ革を貼ってます。サラサラしてる痒くならないやつですね。で、今回は麻糸で縫いました。締め打ちをして手縫いです。縫いのデザインはどうしてもこう一緒になっちゃうんですけど、やっぱりなんといっても強度を上げたいのでこういう風にしました。で、遊郭定格も全部手作りです。で、側面はコバスーパーで塗りまして、で、ヤスリ掛けをして仕上げたという感じです。で、ベルトを通すと、こういう感じですね。今回のは、どんどん上達してるんですけど、よりいい出来になりましたね。22ミリ幅です。で、こちらの動画なんですけど、そのベルトの付け方をまた紹介して、でご依頼された方はまた付けていただければと思います。お送りします。この簡易ベルト着脱の工具なんですけど、この二股の方を使用します。で、ベルトの外し方なんですけども、多少ベルトをですね、こう今ついているものをこう押しつぶして、少しこうこれが入る隙間を作ってあげてください。で、見えますかね、こう突起になっているので、その隙間をですね入れて、こうグッとこのバネをへこますイメージで、でへこましながらこうスライドさせて外します。反対側もやっていきましょう。同じようにこう置いてやったらいいですね。で、利き手で持って、こう利き手と逆の手で潰して入れて、こう押しながらこういくという。あんまり潰しすぎるとしわ寄るんですけど、これが入るぐらいギュッて。で、はめ方ですけれども、お送りした時にはもうこれがバネ棒が装着された状態ですので、そのままやってください。ここの穴にですね、片足をまず刺しまして、で、このように持ちます。そして二股のところでこう押し付けながらこう離す。で、多少こうスライドさせて、しっかり穴に入ったことを確認してください。で、こう強くガチャガチャこうしっかりついたかどうか確認してください。結構強く引っ張っちゃって大丈夫です。で、反対側も同じように、この穴にですね、まず片足を入れまして、そして潰します。で、潰したまま移動させて引き抜くと、ちょうどあの靴べらみたいな感じですかね、イメージとしたら。でもしっかりやりまして、これで完成です。では、また動画アップしますのでよろしくお願いします。ご依頼いただいた方、この動画を参考にぜひ取り付けてみてください。失礼します。